久保さん寒いっすね。冷えますね、朝。幸福って、幸福とは何かと。あの、寒いけども、あったかいストーブね、つけて、あったけーっつってね。まあ、こたつに入ると幸せを感じるとかね。まあ、幸福って、まあ、いろいろあると思うんですよね。<laughs> まあ、それだけでも幸福を感じれると思うんですけど。 なんすかねなんか僕はバランスだと思うのでなんかめちゃめちゃお腹いっぱいあのお腹空いてる時にあの白飯のただの塩おにぎり食べるだけでも山下哲郎じゃない山下や山下哲郎でしたっけ山下哲郎にしようかな山あの絵描きの人山下哲郎なんか昔そのおにぎり食べてた 印象が強いんですけど山下哲郎だったかな違う山下哲郎じゃないな絵描きの人いやい,い名前何でしたっけあのおにぎりのお,おにぎりの人ドラマあこの人だ裸の大将だ裸の大将の山下清さん 山下清志さん、この裸の大将が、あの、おにぎりすごい食べてる印象があるんですよね。う,うん。そう。なんかまあ、幸せっていろいろな形があるんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、お金があった方がいいんですけど、お金がなくても幸せを感じることはできるんだけど、 お金何ですかねお金があった方がより幸せを感じやすいというかうん逆に言うとお金がたくさんありすぎるとだからこれバランスですよねお金がたくさんありすぎても全ての選択ができると今度はんですかね選択し放題になると、うん常に選択し放題になるとそれも幸せを感じにくくなったりとか、うん 何すかね、だから一言でざっくり幸せをまとめるとするならば、幸せは自分の心の中にあるっていうところですね。外的なところから幸せを得るっていうところもあるんだけども、それはなんか瞬間的な部分が多くて、うん、やっぱうちにあるものじゃないですかね、幸せっていうのは。うちで、うちで、うちから受信できるからというか、外から受信するというか、中から受信するっていう。 このの受信力の心理じゃないですか <laughs> 外から受信するものではなく中から受信できるかどうかっていう,う,んう、はいまあ、ちょっと難しい話ですけどねいってらっしゃい。